本格フレンチツアラー、ルノーメガーヌツーリングワゴン、週末ドライブからバカンス、家族みんなで楽しめるフレンチワゴンの実力を検証します。新車ファイル車のツボ、今日はルノーメガーヌツーリングワゴン。メガーヌっていうとあのなんかお尻がこうブリッとしたさ、うん、あれじゃなかったでしたっけ。そうですね、あのハッチバックっていうのは本当に特徴的な車で、うん、お尻がポコーンと出てて ね、かわいいよね。メガーヌっていうとあのスタイルを思い浮かべると思うんだけれども、まあ、実はメガーヌシリーズっていうのはもっと他にもあって、まあ、これがハッチバックですよね。この他にもこれは5ドア、それからこれがグラスルーフカブリオレ、うん、ガジャンガジャンガジャンといってこうクーペになる、ね、車がありますね。でこれルノースポールといって、うん、まあ、3ドアなんですけれども、ターボエンジンを積んだ非常にこうホットなモデル、うん、ゴルフでいくと GTI のようなモデルですね。で、まあ、その他にもこれがグランセニック、うん、3列シートですね、ミニバン、はい、でこれの短いセニックっていうのも2列シートであったりして、うん、その他には、まあ、中国なんかではあのセダン、うん、4ドアセダンもあるということで、もうこのバリエーションの数っていうのはちょっとこの日本のカローラでも及ばないんじゃないかなっていうぐらい相当大きい。で なおかつなぜそんなにボリュームがあるのかっていうと、うん、はい、このシリーズ全体の販売台数が年間70万台ぐらいあるそうなんですよ。70万台、うん、そうすると単純計算で月に5万台でも60万でしょ、うん、だからもうそのぐらいもう大量生産っていうと日本車ってイメージあるけれども、うん、月に5万6万作ってる日本車がどのぐらいあるのかってことを考えると、まあ本当にこうヨーロッパのこの C セグメントっていうのは、うん、まあかなり大きいセグメントボリューム持ってるんだよね。でもだってこの車1台でちっちゃいメーカー1つ分あるわけだから、うん、そうですね、作り替えもあるわね、ツーリングワゴンも人気があるんですか。まあ、今回このツーリングワゴンはね、はい、ちょっとこうポコッとあのお尻が出てるハッチバックと比べると割と普通のね、そうだね、あのあっさりした形なんだけれども、うん、まあ、そこら辺でその使い勝手がどうなってるのかっていうのが結構ポイントだと思いますけどね。フランスだからね。そうそうそう、なるほどね、うん、ではじっくりと見ていきましょう。車のツボスタートです。この番組はご覧の各社の提供でお送りします。走れるミニバンタイヤ、トランバス、トヨタイムズ。そうだ、変えたんだよなタイヤ。スーッと走れるミニバンタイヤ、トランバス、トヨタイムズ。一口に広告と申しましてもいろいろございました。それぞれに皆様方のご意見ご感想があるかと思われますが、広告というのは一方的にお伝えするだけのものではございません。ご意見もいただいているのでございます。聞くぞ聞くぞ話を聞くぞ、 JAL は話を聞くぞです。あなたのご意見が広告を育てます。広告についての苦情お問い合わせは JAL まで。 JAL に電話をしたらどうじゃろ。それではお二人のルノーメガーヌツーリングワゴンの新車のツボを発表していただきます。岡崎さんからはモータージャーナリストとしてのツボの発表です。はい、メガーヌのコンセプト、まあ、ちょっと大きいねあのテーマなんですけれども、はい、先ほど申し上げたようにメガーヌってすごくこういろんな車バリエーションがあるんですね、うん、その中で今回このツーリングワゴンの実力とはということで、あの従来のメガーヌと比較しながらワゴンとしての実力、そしてルノーというメーカーの車作りというものを検証していきたいと思います、うん、それでは小森屋さんからユーザー代表としてのツボの発表をお願いします。はい、それでは今回こちらです。バカンスの国のワゴン、
はい、すっごい大きい括りになりましたよ、うん、やっぱりフランスっていうとね、夏にもう1ヶ月以上も家族みんなで休みを取ってね、荷物いっぱい詰め込んでさ、うん、ガーッと1000キロぐらい大移動してお休みするわけですよ、はい、まあ、当然みんな同じ時期に休みを取るから渋滞もするだろう、ね、高速道路何百キロも一気に走るだろう、それでも快適に大量の荷物を積んで走り切るためにはきっと何かあるんだと思うんですよね、うん、そこを今回は感じ取っていきたいと思います。お二人のツボが決定したところで本日のお客様をご紹介します。ルノージャポンマーケティング部商品企画グループマネージャーのフレデリック・ブレンさん、こんにちは。そして広報室の佐藤渉さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。ではルノーメガーヌツーリングワゴンの特徴、インポーターの方に伺います。3つのセールスポイントです。佐藤さん、お願いします。はい、今日ご紹介します新型メガーヌツーリングワゴンは5種類のボディタイプを持つメガーヌシリーズのワゴンタイプです。では3つのセールスポイントをご紹介いたします。まずは基本性能が充実した本格化ワゴンということです。ハッチバックモデルに比べてホイールベースを6センチ伸ばした専用シャシーにより直進安定性が高まり、後部座席のスペースも拡大しました。荷室容量はクラス最大級の520リッター、後部座席を畳めば1600リッターまで拡大します。しかし単に荷物が積めるだけの車ではありません。走行性能にも磨きがかけられています。これが2番目のポイントです。新しくなったステアリングシステムはより自然でダイレクトな操作感となり、定評のあった走行性能がさらに高まりました。コンパクトな車体は街中での取り回しにも優れています。最後のポイントはルノーが力を入れて取り組む安全性です。このモデルには事故を未然に回避するための横滑り防止装置 ESP を標準で装備しました。また万が一事故が起こった場合にはエアバッグとシートベルトが連動して乗員を保護するシステムが作動します。ルノーは50年以上安全に関する調査研究と技術開発を行ってきました。この安全分野への取り組みの成果は全てのルノー車に取り入れられています。本格化ワゴンでありながら7色もの個性的なボディカラーや開放感あふれる大きなグラスルーフなど、フランスならではのセンスが散りばめられた新型メガーヌツーリングワゴン、大きな荷室に何でも放り込んで趣味にバカンスに思う存分お出かけください。はい、どうもありがとうございました。さあではこのルノーメガーヌツーリングワゴン、五郎さんが試乗してますが、はい、今回のポイントは今回マイナーチェンジをしたということでね、うん、でまあお化粧の部分だけじゃなくて、うん、中身も結構変わってるということなんでね、そこら辺がどういうふうに変わったのか、はい、それからハッチバックのメガーヌに比べて、うん、ホイールベースちょっと伸びてるんですよ、うん、なるほどね、まあ前兆も伸びてるんでね、うん、そこら辺でそれがどういう走りの違いを生み出してるのかっていうことを中心に、うん、試乗してきました。 VTR をご覧ください。はい、まあ、ルノーの車とってもこう昔から乗り心地が良くて、なおかつその乗り心地がいいんだけれども直進安定性も決して犠牲にしていないというところがとってもこう評価が高くて、まあ、僕も好きだったところなんですね。で、まあ、一時その日産とのプラットフォームの共有化みたいなところで若干そのルノーらしさというのは薄れがちだったんですけれども、今回はこの車乗ってみてやっぱりそのルノーが目指しているものというのは変わりがなくて、そうですね、まあその熟成が進むにつれてルノーらしさを取り戻せてきたという感じがしてます。でこのメガーヌのワゴンなんですが、まあ、普通常のメガーヌのハッチバックに対してホイールベースも60ミリほど伸ばしてます。で、まあ、全長も30センチ近く伸びているんですけれども、ホイールベースをわざわざ伸ばしてきたというのは直進安定性にもかなり寄与してますよね。で今高速道路を流しているわけなんですが、とってもこう車自体がまっすぐ走る力が強くて、もう本当にこれは今日ちょっと風が強いと思うんですけれども、この横風とかが入ってくるような状況でも全く進路を乱されません。メガーヌが出たての頃に最も苦労してるんじゃないかなと思ったのがステアリングフィールの出し方だったんですね。
で、まあ、油圧式のパワーステアリングから電動パワーステアリングに変えたということで、ちょっとそのステアリングフィールに違和感があったと。で、今回それをかなり改善してきたということなんですけれども、今直進で走っていて、で高速道路でのその微妙な修正、これは本当にこう違和感すっきりとなくなってますね。指 2,3 本分を切ったような時のステアリングフィールも、これ言われなければ電動だと気づかないぐらい自然になってますね。で今回いろいろとこうステアリング系プログラミングだけではなくて、ステアリング系のパーツまで変えてきたということなんですけれども、その効果は今走ってる限りはしっかりと出ていることを確認できましたね。100キロでのエンジンの回転数が2600回転ぐらいですね。これは最終減速比今回 5% ぐらい高くしてる、逆に言うと100キロで走ってる時のエンジン回転数が 5% ぐらい低くなってます。でこれは燃費とそれから当然静粛性にも貢献するということなんですけれども、100キロで走っていてエンジン音は実際あんまり聞こえてこないですね。むしろちょっと耳につくのが風の音、風切り音ですね、サーッという音、それから風向きによってちょっとこう断続的に変わるんですけれども、そのざわざわという音がこの A ピラー、それからまあサイドウィンドウですかね、この辺から聞こえてくるのがちょっとこう耳につきますね。逆に言うと、まあ風の音が耳につくぐらい他の部分が静かだという言い方もできますけどね。フランス人の車の使い方、当然毎日彼ら車を使う人が多いんですけれども、例えばこうバカンスですね、休みになると、彼らの休み長いですから、車にこういっぱい荷物を積み込んで、パリから南仏まで片道1000キロ、それをこう一気に走っていくと、そういった使い方をした場合にやはりこの長距離走った時の快適性は一つこう大きな特徴だろうと思いますね。で座っているこうシートですね、シートも非常にこう座り心地が良くて、お尻それから背中腰体全体をふわっとこう包み込みながらしっかりと受け止めるという、これも相当その、例えばドイツ車とかイタリア車とか、もちろん日本車とも違うフランス車ならではの座り心地ありますね。ですから乗っていて、とってもこう体が楽ですね。そこら辺がそのピチッとこう座らせるドイツ車とも違うし、そういうあたりではそうですね、フランス車っていうのは、ロングドライブに対する考え方、快適性の出し方というのがドイツ車とは違うというのがとても面白い部分だと思いますね。この車すごくこうフランス車らしい乗り味がある、足回りすごくストローク感ありますし、もう僕はかなりこれ気に入って乗ってますね。で、一つちょっとこう気になるのが両路での乗り心地、それからうねりとかに対するその車の姿勢の作り方っていうのはとってもいいんですけれども、尖った衝撃ですね、工事現場の跡とかそういったところでいくとコツンとこう強めのショックが来ると、そこがもうちょっとそのサスペンションでうまくいなしてやるともっとその全体的に乗り味良くなるんでしょうけれども、そこが唯一乗り心地の面ではもう一歩熟成してほしいなと思うところですね。今回パワーステアリングを改良してきたということで、今ハンドルを大きく切るようなそういった道を走っていますけれども、大きく切り込んでいった時のフィーリングもとっても自然になってますね。アシスト量がすごくその前は変化をして、ちょっとその
切っている最中に重くなったり軽くなったりして、それが違和感につながっていたんですけれども、今すごくこう自然に、パワーステアリングの存在を、まあ、いい意味で感じない、そんなような自然な印象で走れてますね。コーナリングですごく特徴的なのは、ロールをむやみに抑えようとしていない、柔らかい本来サスペンションを使ってるんで、まあ、当然ロールは起こる。ただそのロールの置き方を初期ですね、グラッとくるんじゃなくてじわっと沈み込むようにすることで、不安な印象につなげていない。で、まあ、足回りのそのサスペンションのストロークもすごくこうたっぷりあるような、そういう、こう印象もありますから、あの懐の深い快適で扱いやすい、そんなこう足回りになってますよね。レースをするわけでもないんで、あまりその足を固めてロールを抑え込むっていうような足回り、僕はあの特にこういうキャラクターの車にとっては必要ないと思うんで、ですからこの車はそういう意味でとってもその乗り心地と、それからこういうところでのその安心感ですね、高いレベルでうまく両立してると思いますね。フランスの車がね、どん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 ドイツ車化していってるなんていうね話を伺ったこともありますが、はいはい、これは逆によりフランスっぽくなった、うん、これ実は、うん、このメガーヌのプラットフォームっていうのは日産がラフェスタとかに使ってる C プラットフォームっていうね、うん、ものを共通なんですよ、うん、でメガーヌ出たての時に乗ったら、うん、それまでのルノーとはちょっと違う乗り味で、やっぱりこれプラットフォームの共有化っていうのが、うん、このルノー流の乗り味っていうのをこうなくす方向に行ってんのかなと、うん、ちょっとこう寂しく思った記憶があるんですね、うん、はい、で今回乗ってみたら、いやもう結構ルノーっぽくなってるわけですよ。でおそらくそのプラットフォームっていうのは決まってるんだけども、うん、この何年かの間にいろんなこうチューニングダンパーとかね、ブッシュとか、うん、そういうところにチューニング重ねて、やっぱり彼らは自分たちがベストと思ってる乗り味を与えてきたんだろうなっていう。なるほど。だからもう忘れちゃったわけじゃなくてね、うん、やっぱこうルノーっていうのはこういう乗り味だっていうところ、うん、彼らはこう一つ芯を持ってるんだなと思いましたね。なるほどね、うん、まあでも確かにじゃあそういったフランス車的な乗り味が楽しめる一台かもしれないですよね。あのね、やっぱり日本で輸入車に乗るっていうのは、うん、結構そのファッショナブルなことだったりとか、うんうんうん、人によっては見え張るっていうこともあるかもしれないけど、はい、僕はちょっとこう異文化にこう接する気持ちよさっていうのかな、うん、そういうのをこう重視したいんで、まあそういう意味では乗り味あたりもやっぱりこう各国の特徴っていうのは持っててほしいなと思いますよね、うんうん、なるほどね。まあ、しかしこれ、とはマイナーチェンジをこうしたというか、ね、はいはい、うん、あるならば前回との一番の違いってのはどこなんでしょうか。やっぱりね、走り出してみて、うん、足がきれいに動いてるところ、うんうん、で今でもね VTR の中で言ったんだけれども、ちょっと段差乗り換えた時、越えた時のコツンっていうのは残ってるんですよ、うんうん、ただ、うねった道とかそういうところでの足の動きっていうのが、うん、本当にこうよくこう練り込まれてきていて、うんうん、それはね乗り心地がいいっていうよりも、むしろこう乗っていて、あ気持ちがいいなと思えるぐらいのところにこう来てると。でそれが僕らその、なんていうの、走りがいいってどういうことなのかって聞かれるけど、多分それが、乗り味の良さ、楽しい気持ちいい乗り味っていうことだと思いますよね。なるほどね、うん、はい、さあではね、今度は CM を挟んでこのツーリングワゴンの実力に、ね、迫っていきましょう。なくてはならない部品、キーパーツ、あなたの快適に、あなたの便利に、なくてはならないパーツがあります。自動車分野から情報通信、産業生活分野まで、その大切なパーツ、それは日パツ。キーパーツで未来へ弾む日パツ。ドカーン竹原劇場、ちょいと出ましたと足を、日本浪曲界の風雲児国本竹春がまたまたやってくれます。待ってました。
4月4日から8日渋谷パルコ劇場、7月14日横浜関内ホール。時代をタイムスリップして日本浪曲師の歴史を面白おかしく伝えます。5月19日チケット発売開始。お問い合わせはこちらまで。日本一。自動車保険節約のご相談、アクサにお任せください。例えばこの保険料、もちろん対人対物は無制限、運転ミスによるちょっとした単独事故も保証される車両保険付き、自信を持っておすすめします。保険料は条件によって変わります。今すぐお電話ください。 0120-999-866 999-866。 自動車保険はアクサダイレクト。バイク保険もアクサで通販。さあ、このルノメガのツーリングワゴンのマイナーチェンジですから、うん、そうです ね、 ね、どんなとこが変わってきたのか聞いていきましょうかね、うん、その前に僕ね、佐藤さんにね、うん、ルノの F1、うん、最近どうしちゃったんですか。あんまりこう調子よくないけれども。ああ、いや、まだまだシーズン始まったばかりですから、うん、これからもうきちっと結果は出していきます。もう、ね、間違いないです。佐藤さんなんかもう最近ね、シュンとしちゃってるんでね。あ、そうなんだ、うん、なんかでも前回お越しになった時はね、F1 のシャツかなんか着てね、あの時最強の時だったね。あ、なるほど、うん、時代の移り変わりをね。普通のスーツで。また優勝した時には来てきますんで約束します。なるほど、うん、はい、はい、楽しみにしておきましょう。よろしくお願いします、はい、で、まあ、マイナーチェンジですね。あ、そうそうそう、うん、そんな中ね、マイナーチェンジで、うん、今回これブレンさん、マイナーチェンジでまず外観についてどこが変わりましたか。まあ、一番最初はやっぱりフロントフェイスですよね、はい、こちらのランプ、そしてグリル、うん、やっぱり一体型になってですね、シャープになりました、うん、まあ、いわゆる全てのメガ今新型になってですね、こういうシャープのラインでよりダイナミック感をですね、強調するような、ラインになりました。そしてバンパーはですね、今見える通りに、ボディド色になりましたりとか、そしてこちらのフロントグリル、下の方のグリルですね、まあ、こちらの線とこちらの線に合わせた感じの、うん、やっぱりスタイリッシュなデザインになりました。一新ですよね。このバンパーがボディ同色に塗られるっていうのは、その日本では結構重要な部分だと聞いているんですけれども、うん、はい、ヨーロッパ仕様でもこれはこう塗られているんですか。はい、そうです。あ、じゃあだんだんヨーロッパで昔はこう黒い方がちょっとこすってもこう塗り直さなくていいとか言ってましたけれども、うん、ヨーロッパでも変わってきてるんですか、それは。はい、そうです。いわゆる向こうの方は、ソリデカラーもありますけども、こちらのバンパーっていうのはメタリックカラーの時に、採用してます、うん、じゃあ高いグレードのものはこういう風になってきてるってことですね。そうですね。はい、そうです。僕は黒の方が結構こう締まって見えて結構好きだなと思ってたんだけれども、うん、まあ、これでもやっぱりボディ同色でもいいんじゃないでしょうかと思うんですね。日本のマーケットに合わせると、うん、そうですよね。それとあと、まあ、マイナーチェンジっていうことですけどもね、足回りがよりこうなんかね、ルノーらしさを取り戻してきたなんて先ほど試乗の時言ってました。さあ、今回何か新しくしたことってのはあるんですか。そうですね、足回りに関しては、うん、特にそのルノーサイドからアナウンスされていることっていうのはないんですね。ただ、まあ、ヨーロッパの車っていうのは他のメーカー様みんなそうなんですけれども、常にこうアップグレードアップグレード、うん、改良改良を繰り返してますんで、まあ、特にこういうマイナーチェンジみたいな大きなタイミングの時は、うん、そういうことが、まあ、きちっとされている可能性っていうのは大いにあると思います。パーツナンバー変わってなくても特性が変わってたりすることってあるんですよね。そういうこともありますし、うん、パーツそのものがやっぱり別なタイプのものに変わってる、うん、ということもありますね。やっぱり、ね、初期型と比べて明らかにこうフランス車、ルノー車っぽくなってるっていうのはね、言えると思うんですよね。でもそんな中でパーツというか設計が大きく変わったのがステアリングですよね、うん、ステアリングぐらいですね、これは随分良くなりましたね、ステアリングは。はい、やっぱりこちらの、ステアリングシャフトの方ですよね、紙パックのストローをイメージしていただければ、はい、そのストローが伸びたり縮んだりしますよね、うんうん、こちらもやっぱりそのシャフトがこういうチュービンチューブ方式を取ったんですけれども、うんうん、前1本でつなげたところを2本にしてですね、まあ、ダンパーの形にもなるので、こちらそちら の、 路面のですね、振動を抑えるようなガチェッチにもなりました、うんうん、そしてそのシャフトとステアリング の 部分の手前のあったブッシュを外してダイレクトリンクにしたことでより自然なフィーリングになりました ね、 なるほどね。チューブインチューブにしてそこでこう振動を取っとくからこうブッシュを省けたということですね。ということですね。なるほど、なるほど。それがこの、ね、ステアリングなわけだ、はい、乗ってみましょう。でまたほら
ね、バカンスの国のワゴンだからさ、長距離に移動するのにどうこういいのか。あ、でもシートがこれすごくこう包まれ感っていうかね。そうです。見た目よりもこうなんかじわーっとこう低反発枕じゃないけど包み心地がいいシートですよね。ねえ、なんかそういうのはやっぱりこれフランス独特なんですかね。そうですよね。あのフランス人はどうしてもその、まあ、長い旅することなんですよね。だから疲れないシートをどうしてもあの必要となります。そしてあのパリの石畳とか、うん、あのまあ、ドイツのですね、オートバンだけではないので、はい、やっぱりフランスにはさまざまな路面状況がありますから。そして、まあ、休み行くときに1000キロ軽くしますから、はい、非常にシートには凝ってます。でもブレンさん実際フランスでこう生活生まれてね、なさっていて、はい、本当に1000キロとか彼らは夏休みになると走るんですか。彼らっていうもう自分もそうなんですけどね。そうだそれそうだ、自分もそうなんですが、やっぱりフランスに行くときに例えばあの親戚会いに行くと、うん、もう必ず最低でも700キロも走りますから、往復で1400キロですね、それがストレートで行きますので、うん、あの全然問題なく昔のちっちゃい時からずっとやってますから。あ、じゃあやっぱり日本人と一番違うのはドライブの距離ですね。うん、そうですよね。はい、こちらですね。これ中村さんも後ろ乗ってみよう。これね、お尻のね、とにかくその長い距離乗るんだったら確かにね、うん、お尻の突き上げ感ってあったら嫌じゃない、うん、それがないのよね。確かにあの硬すぎず柔らかすぎずっていう感じですね。うん、はい、あ、ここに上げて。まあ、それでもね、昔のフランス車のシートと比べるとその包まれ感というのは減ってきたと思うんだけれども。ああ、そうなんだ。まだ残ってますね。はい、そうですね。うん、まあ、あのやっぱりシートっていうのは安全の面でも機能部品になるので、やっぱりあまり柔らかいシートっていうのは実は安全の面ではちょっとマイナスの部分もあります。うん、すごく広くてですね、うん、後ろあのチャイルドシート、これはオプションなんですよね。はい、そうですね、オプションで。何かおそろいのカラーでも良かったんで。あのシートのところが、ここがちょっとね、ウエストを絞ったようにラインがとっても綺麗なんですよ。はい、こちらはですね、あの子供を乗せられた時とかですね、まあセンターシートなので、大人にまあ長い距離に座らせることはあまりないと思うんですが、やっぱり子供っていうのを考え方としては、あの足がもうちょっと短いので、それに合わせたシートのデザインにもなってます。やっぱりこうファミリーっていうことを考えて ね、 ですね、で子供を真ん中に挟んでこう、はい、行くと、そういうことです。でもあれだね、膝周りがすごいこうゆったりしてる。これはホイールベース伸ばしたから。はい、まあ、あの6センチをですね、うん、ホイールベース伸ばした分のほとんどがですね、ニールームのところ、やっぱりリアシートを後ろ倒しにしてですね、うん、ニールームを取るように設計されました。ハッチバックよりもワゴンの方が長距離走るだろうから、やっぱりこう後席を広くしてあげようっていう。そうですよね。うん、で、お、これシェードですね。それあった方がいいよね。嬉しいですね。うん、はい、紫外線を、まあ、紫外線カットとか、あと熱線とかですね、やっぱり、うん、これは、まあ、あの例えばチャイルドシート置かれた時とかですね、うん、あの後ろお母さんが乗かれた時に、その熱線をですね、与えないように。そうね、子供なんかもね、これ女性は嬉しいですよ。あと上こう見るとさ、ね、ガラスがもうとにかく、ね、ふんだんに使われてるので、うん、これは明るいですね。あのフロントはあの、はい、機能ちゃんとしますけども、後ろの方は固定式 で、うん、で両方ともにはちゃんとシェードがついてますので、暑いところでもあのちゃんと、カットはします。はい、これちょっと花びらかなんかあるんですけど、これ桜の季節とかね、完璧ですよね。完璧です。なるほどね。で、真夏でもやっぱりこれは紫外線 95% カットしたり、うん、赤外線 78% カットしますし、うん、まあ、あまりあの女性の白い肌にも焼けないという、うん、お肌にもいいということですね。肌にもいい。さあ、そしてやはりね、ツーリングワゴンですから、これ荷室ね、これ見ていきたいんですけど、これはあの、うん、上だけガラスだけでも開きますか。はい、そうです。うん、こちらですね、あの右の方に押していただければこういう感じで開きます。お、なるほどね。まあ、こちらは全体のドアハッチを開けずに荷物を、まあ、ちょっとしたものをやったりとか、あと後ろギリギリ壁止めちゃった場合はこれで。そうだね、意外と便利なんだよね、これね。うん、そうなんですね。そして全体を開けるとするならば、真ん中の方に、うん、はい、はいはいはい、こちらのなんかいろいろと入ってますね。こちらのドッグレッツとか、まあ、全てこれは
じゃあ旅支度用に今日わざわざ用意してもらったってことですけど、そうですね、ルノーなんて書いてあるけどよくこれ使うんですか向こうは。アクセサリーとしてはよく使われてますね、フランスではやっぱり、まあ、こちらがピクニックとかうん、どっちかというと週末の携帯ですね、はあはあ、そうするとやっぱり犬とかフランス人のペット好きなので非常にまあ、これを使ってですね、うん、長距離でもやっぱり移動できるっていう感じですね。そして懐かしいですね、このピクニックも。ピクニックボックスはですね、懐かしいですね。私もやっぱり若い頃に、まあこういう使ってですね、どっか出かけたりとかよくしましたね。はい、その時にね、こう犬がいて、そしてみんなでピクニックセットを持っていく。これが、例えば逆にね、1000キロの、はい、いわゆるバカンスになると、こういう積み方じゃないんでしょうね。まあそうですね、どっちかというとトランクが入ってしまいますね。トランクとかリュックとか、バッグに入ってきます。なるほど。そうするとやっぱりまあこれまあ、560リッターの VDA 520リッターの VDA 方式なんですけども、うん、いわゆるだいたい1ヘベですね、 1×1 ぐらい の、ね、スペースなので。フランス、日本ではそういう、はい、こう長距離行く人っていうのは結構ミニバン買いますよ ね、 あ、そうだね。フランス人はこうミニバンじゃなくてなんでワゴンなんですか。まあ、やっぱり正直なところで言うとですね、価格帯ですね、フランスでは日本と違ってやっぱり、ボディが大きくなったり、はい、シートが増えたりと、うん、やっぱり、価格も上がってきますので、うん、どっちかというと多様性の高いワゴンの方にどうしても、うん、こっちの方に、まあ、買いやすい、お求めやすいものになりますから、うん、こっちの方を選んでしまいますね。はあ、経済的にこっちの方が有利なのかな。まあ、グランドセニカは確かに高い高いですよね、これと比べるとね。はい、そうか。ただ日本においてはそんなに差がないというか同じぐらいの価格帯になりますよね、うん、はい、日本のミニバンと対抗するためにっていうのもありますね、はい、うん、あ、なるほどね、そうですね、日本のミニバン事情ってのはやっぱり世界的に見ても特殊なんだね。そうだと思う、さあ、一通りお話伺いました。一旦 CM 行きましょう。電話の先に私たちがいます。遠藤様でいらっしゃいますか。損保24の大橋です。ああ、大橋さん、何度もご連絡ありがとう。事故に遭った時だけではなく、事故が解決するまでは誰でも不安なもの。損保24の事故解決は専門スタッフが対応。お客様へ事故の経過報告を行いながら安心してお任せいただけるよう心がけています。先方との話し合いも順調に進んでいます。あ、はい。交渉は最後までこちらで行いますので、どうぞご安心ください。よかった、これからもよろしくお願いします。損保24では日本興和損保の全国ネットワークと連携して事故解決に当たっています。今後も何か心配なことがございましたらいつでもご連絡ください。ありがとうございます。自動車保険の更新がそろそろという方、お見積もりは 0120-999-646 へお電話ください。電話ピポポポ損保24。皆さんご存知ですか。ずっと見てきたテレビの放送が5年後の2011年7月までに地デジに変わるんです。これからもっとテレビを楽しんでいただくために皆さんのご理解とご協力をお願いします。詳しいことはこちらに聞いてください。レッツ地デジ。クルツボナビのコーナーです。今回はドライビングテクニックに関する質問です、川塚さんでしょうか。埼玉県の方です、はい、ステアリングを持つ手の位置は教習所では10時10分と教わったような気がします、うんうん、そうね、岡崎さんの試乗では高速を9時15分、ワインディングでは10時15分だったりしますが、はい、どんなところに気をつけてステアリング操作を持つ手の位置を決めているのでしょうかということなんですが、岡崎さんお願いします。はい、お願いします。はい、ステアリングの位置、僕もそれで VTR 見てたら確かに変わってるんですね。で、まあ、10時10分が基本だとこの位置ですね、うん、教わられたそうなんですけれども、まあ、僕が基本だと考えているのはこのスポークの位置、ここに軽く親指を乗っけてで軽く握る、うん、この位置がやっぱり基本なんですね。ですから車によって10時10分の位置までこうスポークが来てればこの位置で
持ちますし、うんうん、この車みたいに9時15分抜いちゃったらこういうふうになると、うん、これがまあ基本ですね、うん、で、まあ、それが例えば10時10分になっても特に問題はないと思います。高速で特に長時間乗るときはこういうふうに持ったりこういうふうに持ったりいろいろこう変えた方がね、腕も疲れが取れ疲れにくいと思うんで、うん、それはもうご自由にしていただければなと思いますね。でワインディングロード、うん、そこで、まあ、ちょっとこう右と左がね持ち替えてるっていうことがこれはワインディングロード特有だと思うんですけれども、例えばこの状態で、コーナーを曲がっていく、左のコーナー曲がっていきます。今ちょっとエンジンかけますね。そうするとどのぐらい切れるか、ワンアクションでここまでですね、ここまで、でこっちの右左手を離したとしてもほぼ、まあ、180度200度ぐらいまでしか切れませんね、うん、でそれに対して例えば右手を下に持ってきてこういうふうに切る、そうするとほとんど360度切れますね。逆に右手を上に持ってきて引く方向、これでもかなり切れますね。ですからワインディングロードでたくさんこう打角を与えなければいけないときは、こういうふうにこう若干右手を下にずらして押してやったり、右手を上に持ってって引いてやったり、そういうステアリングワークをすることがありますね。ですから、まあそれは使いやすい方法でやればいいと思うんですけれども、うん、絶対にやっていただきたくないのがこれですね、この内掛けというやつ、ね、これは切ることはできるんですけれども、戻すときに何かって戻すときに普通にこう綺麗に戻せないので、うん、でなんあとはそのキックバックなんかで手首を痛める可能性もあるので、この内掛けは絶対にやめていただきたいなと思います。はい、はい、うん、ぜひ安全運転を、ね、していただきたいと思います。参考にしてください、はい、以上くるつぼナビのコーナーでした。では番組からのプレゼントです。自動車専門誌のオートカージャパン、カー&ドライバー、カミオン、ザ・マイカー、トレンドワゴン、ドライバーナビ、ニューモデルマガジン X、 ホリデーオート、モーターファン別冊、モーターマガジン、11紙の中からご希望の雑誌を抽選で110人の方に無料でお送りします。続いてのプレゼントです。ルノージャポンよりオリジナルのマグカップと ING ライオンキーホルダーをセットで5人の方にプレゼントします。お申し込みの方法は郵便はがきにご希望の雑誌名またはルノーグッズとお書きの上、住所、氏名、電話番号、そして番組に対するご意見ご希望を書き添いの上、ご覧の宛先までお送りください。インターネットでも受け付けています。 TVK のホームページまたは携帯公式サイトにアクセスしてください。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。車に関する質問や壺に選定してほしい項目がありましたらどうぞお送りください。皆さんからの E メール、そしておはがきをお待ちしています。メガーヌツーリングワゴンのコンセプトということで見てきたわけなんですけれども、とにかく、まあ、メガーヌっていうものすごく強い車、大きな母体があって、その中で若干こうユーティリティが欲しい人のためにこの車開発されているということで、まあ、ちょっとお話を伺うと、大体こう平均年齢ユーザーの、そのメガーヌより若干低い35歳ぐらいが中心になっている。でこれね、日本でもそうなんですよ。セダンよりも、ワゴン乗ってる人の方が若いっていう意味では、うん、かなりそのメガーヌの中では我々の、ね、世代に近いこう子供が小さい家庭、うんうんうん、ヤングファミリーですよね、はい、そういった人たちに向けて作り込まれたメガーヌなんだなという気がしました ね、うん、はい、そして小森屋さんのツボはバカンスの国のワゴンということだったんですけれども、ね、もう、はい、さっき言ってましたよ、1000キロね、そして最低でも700キロ、ねね、そこを走るっていうことを考えると、何かいろいろなものがごちゃごちゃついてたら逆にね集中できないですし、はい、だからこう見てもね、コックピットなんかも非常にシンプルな作りにもなってるし、でステアリングもなんかね、この新しく今回マイナーチェンジした時に作り変えた、うん、触っててもしっかりしてますよ、はい、もうとにかくロングドライブをするために必要なものね、そういったものはしっかり備えてる。シートもそうでしょう、シート感動しますよ ね、ちょっと ねああいうの、ね、だからああいうなんか革シートの方が高級だななんて思うけど、はい、逆に革シートだとちょっと滑る感じがしたりなんかして、うんうん、1000キロとか走ってたらお尻のあたりが少しね違和感が出てくるかもしれない。そういうことを考えるとね、よく作られてますよね、うんうん、
だからやっぱりこういうのも文化なんでしょうね。そうですね、うん、もうそれはあの使い方っていうか人々のニーズが生んだものですからね、うん、あのメーカーもそれ自然になっていくし、あるいはメーカーがそういうものを作ってそのユーザーがいいねと思ってそういうのがこう根付いていくっていうのもあるし、うん、両方なんですけどね、で日本でその文化がなかなかないっていうのは、うん、やっぱりそう長距離を走るということがすごく少ないんで ね、まあ、そうだよね、どっちかというとこうもっと便利にとか、うんうん、回転滞在とかね、そういう方に行くんで、まあ、それよしあしどっちがいいとか悪いとか問題じゃなくて、うん、違うものなんだっていう感じじゃないですかね、うん、なるほどね、うん、でプレンさんこれね、はい、ルノーってディーゼルエンジン強いじゃないですか、はい、でメガーヌだったら大体半分以上は本国ではディーゼルですよ ね、 すね、日本ではディーゼルは売らないですか、はい、まあ検討しています。うん、はい、その笑顔は何ご期待ください。うん、やっぱりルノーのディーゼルいいからね。ああそう、うん、でも日産とね共同開発なんかしたらねきっといいもの作れるでしょうしね。あ、実際にヨーロッパではすで、うん、に共同開発のディーゼルエンジンはグランセニックにありまして、2リッターのエンジンですね、はい、2リッターのエンジンですね、はいはい、そうですか、うん、はい、長い距離ずっと走るならディーゼルいいもんね。うん、うん、ね、家族ができたらどうよこれ、ね、いいですね、こう太陽いっぱい浴びて、うん、バカンス行きたいですね。そうよね、しかもね、うん、屋根からもいっぱい太陽を感じられるね。そうそう、はい、本当にガラスがもう一面という感じで、ね、ね、はい、バカンス行きたいな。ではまた来週。始まるハウジングストーリー。ここにあるのは理想の暮らしを叶えるさまざまな家。あなたのすぐ近くに家づくりの物語が広がっています。さあその1ページを開いてみませんか。夢を形にする総合住宅展示場 DVK ハウジング。みなずきオンデコザ浅草公園。心を揺さぶる大太鼓、魂にこだまする感動の響き。前売り券は好評発売中。一球投げるごとに世界の子どもたちにワクチンを送る、それが僕の決めたルール。あなたも電話一本から始められます。ありがとう。ヘイシー、食丸、あんなものからこんなものまで日本中が食丸尽くし。ただのおまけと思っちゃ大間違い。あっと驚くテクニックから意外と深いルーツまで食丸を大解剖。カルチャーショックは5月14日夜8時。 V 奪回を目指す横浜ベイスターズ。前売り券のお求めは簡単便利な電話予約 045-663-9999、 TVK チケットカウンターまで。この番組はご覧の各所の提供でお送りしました。